こんにちは、チョメです。ピコットタウンっていうゲームをやっていきます。男の子か女の子を選んでプレイするみたいです。男の子を選んでみましょう。うわー、ついにいらしたんですね、城主様。私はこれから城主様に仕えさせていただきます、執事のトミーです。さっき警備の方にも言いましたけど、私は本当に城主なんてやりたくないんです。え、そんな、城主になりたくないだなんて。あ、もしかしてこの村がボロボロだからですか？実は先日トロールたちが攻めてきたばかりなんです。トロールが？それじゃあ住民たちは？ご安心ください、トロールたちは追い払いました。皆さんご無事ですよ。それでは城主様、村で行うお仕事についてご説明しますね。最初に住宅の修理から始めましょう。住宅の修理やっていきます。こんな感じである。レンガを持っていく感じ。住宅をタップ。はい。おお、すぐ直った。しかも人が出てきた。今度は倉庫を修理してください。これも同じ感じ。次は畑ですね。では生活の基本となる小麦を生産してみましょう。作物を植える。まあチュートリアル通りにやってみようかな。お、10って書いてある。あ、なるほど、こうやってまとめてできる。今度は牛小屋に行ってみましょう。みんな働いてる牛小屋。なるほど、こうやってなんか餌をあげるってことか。確認。お、いいね。畑から1分って書いてある。牛をタップする。無料。あ、今あれか、本来なら待ち時間が5分あるって感じだね。今はまあチュートリアルだからこんな感じで取れる。で、牛さんが寝ちゃった。さすが城主様です、美味しいミルクができました。あ、小麦が収穫できるようになったみたいですよ。早速収穫してみましょう。案外これめちゃめちゃ忙しいゲームかもしれんぞ。どん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 やるから。この小麦を使用してバケットを作ることができます。城主様、まずはパン屋を建ててください。なんか上のモンスターみたいなのも気になるけど、まずはパン屋建てるか。この生産から右のパン屋、ここでいいのか。早っ、3秒出てきたよ。あ、タップ。パンを作ってくれる職人がいないので、私が木に魔法をかけて職人を用意しました。キノキオさんを配置してみましょう。なんじゃそりゃ、すごいな設定が。生産スタックアイコンをタップしてください。キノキオ面白い名前が。パン作り、あ、これか、パンを作れってことか。あ、今は3分で本当はできるみたいだね。で、どこでもいいからタップ。様です、飲み込みが早いですね。まあ、書いてある通りにやってるだけだけどな。新記録解除、トウモロコシが解放された。あ、ドラゴン、さっきから気になってたんだよね。私は一体何をしているんだろう。上手になるつもりなんてなかったのに。そうだ、早く逃げよう。あそこに何かいる。これ女の子のキャラ選んだ方が良かったかな。ね、実況的にみんなどうです。まあでも男のキャラ選んでる人あまりいないかもしれないから、なんかいいかもしれんな。これってまさかドラゴン。誰だ、人のドラゴンに手を出そうとしているやつは。怒ってる。 あの私は新しい上司です。ここから逃げようと、あ、いえ、前を通ろうとしてぶつかってしまっただけなんです。新しい城主様でしたか。これは失礼しました。このドラゴンは手なずけるのが本当に難しくて、怒ると村を焼け野原にしてしまうんです。まだ幼いドラゴンなので、とりあえずミルクでなだめてみましょう。ミルクをあげよう、先ほどのやつ。ちょっと音のバランスはね、次回やった場合はちょっと確認しておきます。ドラゴンの使い、
もういろいろある。配達タップ。さすが上司様です。これで一通り覚えられましたね。あ、気づいたら全部教わっちゃった。この村が上司様の手によってどんな姿になっていくのか、とても楽しみです。初めての経営、こんな感じにやるってことか。え、なんだこれ。5日間連続ログインして住民を手に入れましょう。なるほど、住民とかもそんな感じか。サービス開始。まあ今日は表示しない。あ、これ見たよ。あの YouTube でなんか体操みたいなのやってたね。リリース記念ちゃんキャンペーンみたいのもある。こんなに住民が住んでいるなら畑がもっと必要ですね。畑もどんどん。あ、この左のところがクエストみたいな感じ。ドラゴンのお使いをしたら達成報酬50ゴールドとか。なるほど。これは畑増やせるんじゃないもん。200で増やしとこう、ここで。これでいいんじゃないのかな。あ、この右のやつか。できた。完成したよね。これで報酬がもらえるってことか。初めてなんでね、ちょっと時間がかかってるけどね。おお、どんどん来た。トウモロコシを作ってくれ。なるほど、これ1個達成50。こんな感じにどんどんやっていくって感じか。これなんだ、2分所持数5。あ、これ持ってる数だね、今のやつ。どん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 、これトウモロコシこうやって作っとった方がいいんじゃない、こうやってどうなんだろう。小麦も作っとく。お使いやってみる。配達今3つ持ってたからね。今度は4分の4だから小麦を4つ欲しいってことか。この小麦を4つ作ればいいから。持ってるっけ。もう持ってたら OK やけど。あれ、あ、今ねできんかったの。このドラゴンが帰ってくるのを待っとかないといけない。だからこうやって待ってから配達するって感じか。いや、今でも違うやつ配達したぞトウモロコシみたいなやつ。抜けられた。トミーさんに見つかる前にあっちの山から逃げよう。って、ちょっと待った。あんなところに人が。ここでバレたらまずい。わ、ゴブリンだ。テントみたいなのもある。危ない、おじいちゃん危ないよ。あ、今のは何だろう。何かが通り過ぎたような。ちょっと住民の音がちっちゃいな、声が。あ、上司様、探しましたよ。一体こんなところで何をしているんですか。トミーの声は聞こえるけどな。ここから脱出しようと。で、ここにさっき村の住民がいたんですけど、急に怪物が現れてさらっていったんです。え、住民がさらわれたですって。そんな、すぐに助けに行かないと。こっちです。その怪物は以前攻めてきたトロールの隊長に違いありません。きっと虎視眈々とこの村を狙っていたのでしょう。さらわれた方を助けるためには住民の皆さんの力が必要です。酒場を修理して住人の皆さんを集めましょう。ここでなんかガチャ要素が出てきそうだね。タップしよう。なんか何回もタップしないといけないからな。お、酒場が立ったぞ。でもう一回タップ。お、やっぱりね、高級ガチャとか来たよ。ここにはいろんな住民が集まります。きっと新しい出会いがありますよ。酒場を直してくれたお礼に早速住民を一人紹介しますね。あ、左と右レアな住民とか。もうちょレアな住民がいいよな。とりあえず無料でやってみるか。レア傭兵、いいんじゃないでしょうか。確認してみましょう。閉じるをタップするの。あ、左なんかノーマルのやつ、一般のガチャなんか無料のやつもあるみたいだね、動画見てから。まあ行きましょうか。じゃあ住民を探検に行かせると住民を助け出すことができます。先ほどいらしたマックス様を探検に行かせてみてはいかがですか。マックス探検。
探索開始。戦闘には時間がかかるみたいですね。探検をすぐに終わらせられるようにお手伝いします。出てくるんか。あ、タップして、なんかこれはお金の力みたいな感じか。今は無料でできるけど、なんか課金したらなんか短縮されるって感じかな。お、なんかおじいちゃんも傭兵だった。星一だけど。これから酒場でいろんな住民に会えるようになりますよ。みんないい人たちなので、たくさん協力してくれると思います。じゃあこれタップ。あら、上司様、またいらしてくれたのですね。酒場を再開できるようにしてくれて本当にありがとうございます。これもすべて上司様のおかげです。いや、そんなとんでもないです。当然のことをしただけなので。そうだ、ちょうどお客様のために酒場をリニューアルしようと思っているんです。上司様はどちらのデザインがいいと思いますか？ね、私緑が好きだから緑でいいよ。決定。はい、またどんどん出てきた。クエストがどんどん出てくるで。で、これなんか狩るんでしょ、こうやって。で、買ってからまた植えるって感じか。こんな感じで。なんか無料って書いてあるのはなんだこれ。無料タップしよう。何が無料だ。高級ガチャも動画見たらね、無料で引けましたよ。なんか次はいくつなるかわかんないけど。レア、パティシエ3。なるほど。4時間45分に1回なんか動画を見たら、レア、レジェンド、住民っていうのがあれか。もちろん課金してからね、どんどんすることまで。課金はここだね。こんな感じでルビーを購入したり、ね、できます。ゴールドはこのルビーから買うって感じかな。確率なんだけど、こんな感じです。やっぱり高級ガチャの方が確率がちょっと高いみたいですね。試しにノーマルの方もちょっと CM を見てから引いてみました。なんか光ってるよ。魔法使い。なるほど。これ1時間に、なんて言うんだろう、5回ほど CM を見て弾けるって感じか。じゃあどんどんクエストやっていく。あ、これ、小麦。まだだったわ。これ4つ取った。で、確認。これどんどんできるね。これは？ああ、またドラゴンのやつか。これ畑を作るって感じか。これ OK で。で、あと3秒、2秒、1秒、0。で、これでどん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 レベルを上げていって、なんて言うんだろう。あ、これ完成のやつやらんやけん。で、これでどん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 さっきみたいにクエストを起こすって感じか。これは住民の救出を1回。あ、また救出せんやけんのか。なるほど。何人選べる？今出たやつ、行くか。このエネルギーみたいなやつは何なの？この、探索開始の。今1使っちゃったけど、これもやっとくってことか。こんな感じで、まあ1分で終わるね。あ、早っ。あ、まあそっか、探索した時にもう終わりってことか。で、ドラゴンの配達もこれ終わってる。で、これ、あ、配達できるってことか。配達のクエスト来てる。これ、あ、植えないといけないな。このトウモロコシだったっけ。今小麦でいいよね。こんな感じで今なってるけど、あと1分。忙しいな、ある意味。これは枯れるか。これトウモロコシだから関係ないよな。6個だからこっち植えとかんやけんな。で、これは何？ドラゴンのお使い1回。配達。はい、完了。忙しい。で、レベルが上がったらこんな感じに新規ロックで解放されたと。おめでとうございます。で、レベルが上がるとこんな感じに、なんかイベントがどんどん始まるって感じですけどね。お、なんか出てきた。びっくりした。あなたは誰ですか？ちょっとこの上司様。お主が落としたのはこの金の剣か？マジか。いえ、それは私のものではないです。私が落としたのは。ちょっと音量テストするね。1個あげた。ではこのルビーの剣か？ちょっと音量でかくなってますので注意ですよ。いえ、それでもないです。どっちの方が聞きやすいのかな。私が落とした剣は鉄でできたもので。そうか、違うのか。しばし待たれよ。ではこの鉄の剣がお主のか？そうです、それです。
最初からそう言ってましたけど。こっちの方が案外いいかもね、聞きやすくて。正直者じゃな。そんなお主には良いことを教えてしんぜよ。この鉱山を探検してみるとよい。実に珍しい素材を得ることができるぞ。それじゃわしはこれで。さらばじゃ。一体何だったんだろう。あ、上司様、こんなところで何してるんですか。何かご用事でも。なんかトミーの声がでもでかいような気がするな。その突然知らないおじいさんが現れて、この鉱山の中で珍しい素材が取れるっていう話を聞いて。わー、珍しい素材ですか。それは気になりますね。早速鉱山に入ってみましょう。楽しみだね。うわ、ワクワクする。ここで終わったらやばいかな。住民獲得、ジャクソン。これさ、寝れんくなるよ多分。でかいよな音。絶対でかいよな音。やっぱ1がいいな。ちょっともう一回音を直しました。私は初見プレイをね、大切にするからね。わかりますね。でもご安心ください、今回も私がお手伝いして早く終わらせます。いや1分だから別にいいけどね。無料、はい。だからめちゃめちゃ長い時間とかやったら寝る前とかにやればいいかもしれないな。はい。あ、入場するのにあと1分30秒いるか。こんな感じに今手に入れた素材でこの壊れたお城を修理して正式に上司様の即位式を行いましょう。いや、やばい、面白くて終われんぞ。トミーさん、実は前から言いたかったんですが、私は上司だかなりたくな。お城の修理まで終わったらこの村はきっと最高の村になります。これも全て上司様のおかげです。はあ、なんて素敵なんでしょう。ところで今何か言おうとしましたか。はあ、眩しい笑顔。とても上司になりたくないなんて言える空気じゃない。なんでもないです。喜んでもらえて何よりです。この上司、自分となんか全然イメージが違うからさ、女の子に変えとこうかな。ほんと全然イメージが違う。なんか巻物が届いた。なんだこれ。上司様にミッションが届きました。これからレベルに合わせたミッションを完了するごとに様々な報酬を得ることができます。フレンドとかいろいろあるな。あ、今日これ3日間のラッキー。あ、読み上げなくなった。秘密の鉱山も発見したと聞いた。村の再建に力を入れてくださってありがとうございます。まあここまで喜んでるなんてやりたくないけど。プレゼント用意してくれたみたい。え、これは報酬選ぶの？難しい。でも豪華な王家の旗。旗は大事だよな、絶対。これ立てる感じ？どこでも立てる。まあとりあえず城の近くがいいんじゃない？あの旗だしな。これ向きは変えれないな。こっちは立てれない。なんか赤になってる。じゃあここにしよっか。このなんて言うんだろう、あ、回転できる位置をここにしよう。あ、なんかお使いに回行けとかいろいろ来た。もう一回お使いに回行っとくか、配達ね。これ2回行かんやいけん。でちょっと待ってねって感じで、こまだ配達中ですになってる。おお、どん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 、お、忙しいな。これ終われんぞ。で終了して、まあ、こんな感じにやってレベルを上げたらなんかクエストが進むみたいです。あとは宝箱とかは拾えたら100とかいろいろこんな感じで。あ、さっきのやつの報酬ね。パティシエと経験値6、パン屋の寿命をアダムさんに入れ替えてみましょうとかね、なんかいろいろあるみたいですね。まあ、こんな感じ。またまたいろいろなんかどん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 、え、めちゃめちゃありそうこれ。いろいろ見たらな。あ、ドラゴンみたいなやつ、カバかなこれ、かわいいな。こっちはどん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 広がっていく感じか。これまだ宝箱取れない。
だからこの辺とか開放して土地を開拓していったら宝箱がね拾えるのかもしれない、まあ、とりあえず今回はここで終わるつもりです。だから最後こんな感じでね紹介をしております。クジラみたいなのもいるね。でスフィンクスみたいなやついる。うわなんか楽しみだ。ちょっと連続で実況は撮るけどね。じゃあ一旦終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はちゃめでした。手紙とかも見てみる。とりあえず手紙タップできん。パン屋タップしないといけないのかまあここだけやっとくか。こんな感じで入れ替える感じ。さっきのキノピオ可愛かったんだけどな。これで手紙とか読める。あ読めるね。こんな感じでいろいろ事前登録キャンペーンイベントとかもらえますね。じゃあね、バイバイ。ありがとう。失礼します。なんだ、この左下のやつとかも。なんかいろいろあるね。あ、これはすぐ行けるってことか。こんな感じに。ショートカットみたいな感じか。で、上の巻物。割れねえな、全然。こんな感じでいろいろある。で、この上の、あ、ログインボーナスみたいな感じか。じゃあ本当に失礼します。終わらなくなっちゃう、本当に。公共施設とかいろいろ本当楽しいものがいっぱいあるから、生産とか。こんな感じでいろいろ作れるみたい。今日チュートリアルだからいろいろ見せとこう。こんなのがあるよって感じでね。ちょっと紹介するところいっぱいあるな。次回ちょっといろいろまたちょっとやってみようと思います。うん、こんな感じ。ちょっとずつちょっとずつね、やっていこう。ちょっとしばらくやっていこう。私今日誕生日だから、なんか運命を感じたからね、このゲームに。では失礼します。音量もちょっと後で聞いてみようかな。